はい、どうも、三重博さんです。今日、リミックスポイントの決算が昼出ましたね、というところで、これ多分ね、15時半の決算の後に出てたら多分、夜間取引爆上がりしてたかな、というところで思ってるところでございます。まあ、昼に出て、1回はストップつけたんですけども、410円ぐらいまでかな。言うたら連想で、ストップ高が行って、で、あ、ストップ高じゃないですね。まあ、言うたら、値幅の10円値幅が2回上がって、で、410円まで行ったけれども、結局、元値ぐらいまで下げられた。まあ、全体的な地合いもそうですけども、まあ、期間の浴びせ売りがすごかったなというところだと思ってます。まあ、あと、これが空の、言うたら、1000万株の保有してる空が、打ったっていうんであれば、また状況が変わってくるんかなと思ってるんですけども、ちょっと今日の時点でわからないんで、まあ、今後に期待かなというところでございます。決算自体は、おじさん自身は、良かったかなと思ってます。っていう一つは、電力で結局赤字じゃなかったですね、と蓋開けたら、っていうのが一点と、やっぱビットポイントがめちゃめちゃ儲かってますね、というところだと思います。このビットポイントの儲かり方が、言うたらまあ、単発じゃなくて、まあ、おそらく単発じゃないと思ってるんですよ。言うたら情報修正かかってるんで。なので、これが単発ではなくて、継続的にどん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 上がっていくんであれば、本当にドル箱になってくるので、まあ、出来高をどれだけこう増やせるかとか、あと登録者をどれだけ増やせるかによるんですけれども、まあ、正直なところ、マネックスの2000億までっていうのはちょっとなかなか、難しいかもしれないですけれども、その利益率の高さとかから考えたら、本当に、ドル箱であることは間違いないんで。それでどこまで伸ばせるかなというところだと思います。今日の決算では確か売上高210億でしたよね。210億。で、言うたら通期の情報修正のやつが270億なんで、なんか超えてきそうな気もしますけどもね、というところなんですけど、それはまあ、今後の期待というところで、今はどちらかというと、株の需給を、なんとかしてほしいなというところでございます。多分この利益であれば、どうだろう。PER 的に言えば、一株利益もどれぐらいなんだろう。今400億なんでしょと。いや、400億じゃなくて、360円で80億ってことは、なんぼや。よくわからんというところですね。よくわからんけども、多分今の株価では多分安いと思います。ので、おそらく、4、500は、まあ、超えてくるんだろうな、というふうに思いながらも、今、抑えられてるっていうだけなので、需給関係、需給関係とか、需給環境がですね、改善したら、上がっていくんじゃないかな、というのが、おじさんの見立てでございます。まあ、500は行ってほしいかな、と思いますけど、まあ、少なくとも、なんですか、今の360の場合の720ぐらいまで、行ってもらえればな、と思ってますし、多分、サンサンモンさんとかも、上げてた中では、前の、その、情報修正前でも、多分、680円ぐらいを、言えたら、これぐらい行くんじゃねえのっていう話で言ってたんで、多分その値段はただただ上がっていくのかなというふうには思ってます。はい。というところで、まあ、一本動画撮っときたかったので撮ったというところでございます。もうちょっと宅建の勉強してからですね、また、あげるか、明日あげるか考えます。以上です。